ボートレース小島6日間の男女混合戦ガークの部屋9周年記念競争睡眠所はナンバーワンを決める第12レース優勝戦の開始です。1号艇には吉川元博、2号艇には村岡健人、3号艇には永田圭司、4号艇には村越敦史、5号艇には松井健二、6号艇には深水慎一郎、以上6選手の対戦12レース優勝戦です。スタートまで残り1分を切りました。6選手まだバック側です。1、2、3、4、5、6枠なり進入となっていきます。およそ4年ぶりの小島ながらオール3連対シリーズリーダーを務め上げました高枠1号テロ吉川1番人気に押されてインとなります。2コース昨年秋に続いて地元2回目の輸出、今度こそデビュー発売になりますか2号テの村岡。3コース昨日5日目まくって指しての連勝ゴールは3号テの永田。4コース引っ張って角1、このレースを勝って来月当地のクラシックへ始めをつけたい4号艇の村越。5コース目下4日目から2着4本が続いておりますが、もうそろそろ1着が欲しい5号艇の松井。サイアウト6コース通算2度目の V を目指します6号艇の深水です。3対3の枠なり進入第12レース優勝戦です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。2コース、3コース、4コース、コースアウト2号艇、3号艇、4号艇、2号艇、デク2号艇、村岡、白1枠インから向かいつ1号艇、吉川2号艇、村岡、佐世3号艇の中田が攻める攻める攻めた、切り込んで4号艇、村越旋回しておりますが、まくり決まったか3号艇の中田、切る4号艇の村越。3番手が2号艇、村岡、後方3艇は6号艇、1号艇、5号艇、一緒にコーラーの旋回、優勝戦スタートは出場。トップ旋回3号艇の中田、差し返す4号艇、村越、握った6号艇の深水、5号艇回して切り込んでくる2号艇、村岡、1号艇吉川旋回ですが、先頭は3号艇永田、2番手が4号艇の村越、3番手が6号艇2号艇1号艇3艇接戦。レースは2周目、抜けたのは3号艇の永田圭司、2番手は4号艇村越敦史、3番手1号艇2号艇さっ倒せる、分回す6号艇の深水慎一郎、上路2名3、4体系、3番手かわした6号艇の深水、内から黒は1号艇吉川と2号艇の村岡、最後方は5号艇の松井。レースは2周目は黒旋回、文句なしは3号艇の永田圭司、2番手が4号艇の村越敦史、3番手が6号艇の深水慎一郎、切り込んで迫ってくる1号艇吉川旋回も3番手安全圏6号艇の深水、上体系は346、レースは3周目と移っていきます。このレース3コースからコンマ09一種の1マーク、攻め切った先頭3号艇の永田、2番手が4号艇村越、3番手6号艇の深水、上体系346、さあ4番手がじわじわ来た、1号艇の吉川、3番手4番の中間3点審査、ラストコーナーの旋回、通算11回目に勝、先頭は3号艇の永田圭司、2番手が4号艇村越敦史、3番手抑え込んだ6号艇深水、ためてためてためてズバッと、さあ来た1号艇吉川、さあどうだ、まもなくゴール、先頭3番永田圭司優勝のゴール、2着4番村越ゴール、3着は1番です吉川ゴール、6番の深水、2番の村岡、ラストは5番の松井がゴール。なお2連単346